ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今回はどんな内容の解説かしら？今回は、神々すら恐怖する、地獄を滑る最強チート支配者8選を解説していこう。地獄を統率する支配者たち、なかなか興味深いわね。では、早速スタートしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。なあ、霊夢にとって地獄ってなんだ？いきなり簡単そうで難しい質問するわね。そうねえ、地獄といえば炎や血を連想させるような、真っ赤で熱い世界を想像するわね。なるほど、いい線言ってるぜ。あと、この世で悪いことを犯した人間が罰として落とされる場所って感じよね。でも地獄の詳しい説明をしろって言われても、こんな感じで曖昧かも。地獄は仏教における六道の一つなんだ。六道？私たちは、天道、人間道、修羅道、畜生道、ガキ道、そして地獄道の、6つの世界を転生していると信じられている。これを六道輪廻と言うんだ。その天道や人間道って聞いたことあるわ。その中でも最悪なのが地獄道ってわけか。地獄道では鬼たちによって拷問を受ける場所というイメージがあるだろうが、この思想はもともと古代や中世の日本にあったものなんだ。そんなに昔から信じられていたんだ。まあ、ルーツはインド仏教や中国から伝来されたものが日本へ伝わったのが本当のところだがな。かつて地獄については様々な文献で語られているんだが、広く伝わった往生要集に地獄のことが詳しく書かれているぜ。地獄について、どんなことが書かれているのか気になるわね。地獄はな、8種類の大地獄に分かれているそうだ。8種類の地獄、温泉の元じゃないんだから。本来、地獄は罪名によって行く場所が決まっており、刑罰も異なるんだぜ。ちょっと知りたい自分がいる。まずは殺生を犯した者は統括という地獄に行き、鬼に殺されて生き返っては再び殺される。次に、殺生だけでなく窃盗も犯した者は黒上に行き、鉄の釜で煮られてしまうんだ。ひえー、さすが地獄。続いて淫欲をも犯した者は守護へ行き、剣山によって切り裂かれ、飲酒を犯した者は教官へ行き、溶けた銅を飲まされる。拷問もこんなに種類があるのね。虚偽を犯した者は大教官で炎に焼かれ、横島な考えをした者は小熱でさらに過酷な炎に焼かれてしまう。甘い乱暴をした者は大小熱で言えないくらいひどい目に侵され、自分の親を殺した者は無権、阿鼻で内容を聞いただけで死んでしまうほどの罰が下るそうだぜ。言えないくらいとか聞いただけでとか、言葉を超越するほどヤバい拷問ってわけ？これらの地獄に行った者は一兆年ほどいる羽目になるらしい。一兆年、もう輪廻もあってないようなもんじゃない。しかも、この八つの地獄だけではなく、これの他にも罪を裁く16の地獄もあって、合わせると136の大地獄が存在するから恐ろしい。そんなに地獄があるなら、少しの罪でも地獄行き決定じゃん。そういえば八巻地獄という言葉もあるけど、さっき教えてくれた地獄のことなのかしら？いや、それとはまた別の地獄なんだ。余談だが、八つの大地獄は閻魔に仕える鬼たちが管理しているという情報もあるぞ。ってことは閻魔はどこを何を管理しているわけ？というわけで、ここでは閻魔について説明しようか。閻魔といえば、地獄を統括する存在のイメージよね。そうだな、閻魔というのは仏教やヒンドゥー教における地獄界の王様を意味する。そして死者の裁判官を担当しているんだ。あ、なるほど。死者の罪名によってどこの地獄に送り込むか決めているのは閻魔ってわけね。ああ、閻魔ももともとはインド神話の山が中国を経て日本へ伝わった経緯がある。あのブエーダではこの世で最初に死んだ人間なんだそうだ。閻魔が最初に死んだ人間なんだ。でも、どうして閻魔に君臨したの？実は、太陽神ビバスバットの息子として誕生したんだが、冥界の道を見つけて上妙の業を背負ってしまったがゆえに地獄の支配者になったようだぜ。上妙の業？神の子がどうして冥界の道なんかに行ってしまうのよ？本当は、ソレイの楽園を支配して俗世のカルマから解き放たれた魂を導く存在だったんだが、俗世で法が失われると死者の魂が増えるようになった。そのため魂の質を問う必要性が出てきたことから自ら閻魔になったと言われている。自ら神から閻魔の道を選んだってわけか。そんな閻魔は仏教の世界を守る神様である十二天の一人、閻魔天とも関係がある。十二天とは東西南北を含んだ八つの方角や天地など、十二箇所を守ってる神様のことを言うぜ。閻魔天はどこを守っているの？先ほども説明したように、閻魔天は冥界を守っている立場であり、方角は南方になるぞ。なるほど、名前も役割も同じような感じね。そして閻魔は、地獄で人を救う地蔵菩薩の化身であるとも言われている。これは仏教大辞典に閻魔王は地蔵菩薩という記述が残っているからなんだ。地蔵菩薩って言ったら人を救う存在よね。
なんか役割がちぐはぐな感じがするんだけど、仏教がインドから中国へ伝わった際に、この世でもあの世でも人を救う意味で地蔵菩薩と重ねられたそうだぜ。人を救う意味では役割は同じってわけね。ところで閻魔はどうやって死者の裁判をしているのか気になるわ。ああ、霊夢は人間が死後の世界で獣王による裁きを受けて、どこへ生まれ変わるかという説を知っているか？あ、十人の王に決められる話、聞いたことあるわ。閻魔は、その十人の王の一人なんだ。え、そうなのね。死後、人間は中陰の状態に入ると、あの世とこの世をさまよいながら行き先が決まるまで審判を受け続ける。この中陰というのは、49日間と決められており、その間7日ごとに7回の裁判を受けるんだ。俗に言う49日の間に審判が行われるのね。そう。最初の裁判は初7日に行われるんだが、閻魔は5番目のいつ7日を担当している。最後の裁判が終わると、六道のいずれかに生かされるってわけだな。5番目って、結構中途半端な位置にいるのね。これにも意味があって、閻魔は地獄に落ちそうになった時に助けてくれる存在として選ばれているからなんだぜ。やっぱり地蔵菩薩とイコールの存在なのね。じゃあ、裁判内容も優しいものなのかしら？閻魔の元には上梁の鏡というのがあって、生前の良いこと悪いことが映し出されるようになっている。ちなみに嘘をついてもすぐバレるぞ。ちょ、そんな目で私を見ないでよ。そして閻魔はその人が天国か地獄か、行き先を下す。裁判時には閻魔帳を読み上げるそうだぜ。漫画やアニメで、そんな描写見たことある。そういえば、嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれるって言うけど、あれは本当なの？その説は、平安中期の往生要集という仏教書に、嘘をついた人間は極卒に舌を抜かれると書かれていることが始まりだそうだ。あら？じゃあ閻魔様が舌を抜くわけじゃないのね。ああ、ちなみに消防念助教という経典には、舌を抜いてまた生えたとしても繰り返し抜かれるという記述があるぞ。怖っ。この世でもあの世でも嘘をつくのはアウトってわけね。ってマリサ、またそんな目で私を見ないでくれる？では続いて、地獄を滑る一人、北欧神話に登場する地獄の使者、ヘルについて説明しよう。確かヘルって、破壊神ロキの子にあたる人物よね。つまり女神にあたると思ったけど。その通り、そしてヘルという名はみんなもご存知の英単語、ヘルを指す言葉でもあるな。そっか、地獄の英単語でもあるわね、気づかなかったわ。ヘルにはフェンリルやヨルムンガンドという兄弟がいるんだが、彼女だけはロキが母親アングルボザの心臓を食べて、女巨人に変身して自ら産んだという説があるそうだぜ。母親の心臓を食べたですって、なかなか強烈なエピソードだわね。そんなヘルの半身は青く、もう半身は人肌の色をしているとされる。一部の説では、上半身が人肌、下半身は腐敗して黒っぽいらしい。それって、半分は生きてて半分は死んでるみたいな感じね。ああ、ちなみにヘルだけが北欧神話で唯一死者を生者に戻す能力を持っているんだぜ。さすが地獄の死者だわ。ここで北欧における死の概念について教えてやろう。死の概念？どういうこと？死なんだから意味嫌われる概念しかないと思うんだけど。だが、当時が戦争が多いことから、一番名誉があるとされていたのが戦死なんだぜ。戦死か。でも天寿を全うしたり病死したりする方がまだマシじゃない？それは現代の価値観であって、当時はそれらの最後を荒の死と意味嫌っていたらしい。戦死することはまさに勇敢である証拠ってわけだぜ。そっか、じゃあ、戦死したら天国へ行けるってこと？そう、戦を止めバルキリーによって選ばれた者は、天界宮殿バルハラへ送られるんだ。そこで手厚くもてなしを受け、終末戦争ラグナロクの修行をすることになる。いやいや、それ天国なの？反対に、藁の死を遂げた者は、暗くて寒いヘルの館を目指すことになる。ヘルの館までの道のりは、骸骨の番人に血税を払った後鉄の森へ進み、血で染まった番犬ガルムに睨まれながら行かなくてはいけない。茨すぎる道中ね。それで、ヘルの館まで来たら何するの？罪があるものとないものに分けられ、あるものは冷たい毒が流れる渚を渡るように言われる。だが水の流れが速すぎるせいで、何度も転んでは毒水が体中を蝕むごとに苦しむことになるんだけどな。まさに地獄。苦しみはこれだけに終わらず、体力の尽きたものから大釜で煮られ、やがて骨とかす。そして最後は、世界中ユグドラシルの根をかじり続けるジャジャ、ニーズヘッグに食べられてしまうんだぜ。完全に抹消されちゃうんだ。じゃあ、罪がないものは幸せに暮らせるの？いや、供養はないんだが、幸せも楽しみもない世界で何もない生活がただ待っているだけだそうだ。うわ、それも地獄だわ。でも、どうしてもともと女神だったのに、ヘルは地獄の使者にならなきゃいけなかったの？その理由は、悪事を働いていたロキとアングルボザの子だからだよ。
それにより、最高神オーディンは、ヘルを邪悪な子供としてニブルヘイムに追放して災いを防ごうとしたんだ。まあ、見た目も半分生きて半分は死んでるしね。まあ結果として、人間だけにとどまらず不老不死ではない北欧神話の神々も藁の死をもって命を終えたら、ヘルの元へ向かうことになったんだけどな。なるほどね。それにしても北欧だと天寿を全うしても地獄行きになるのはすごいわね。ああ、しかも天国でもラグナロクまでずっと軍隊生活だし、結果的に地獄しかないようなもんだがな。ほんとそれ。次はハーデスを紹介しよう。ハーデスは、冥界と死者の世界を支配しているギリシャ神話の神のことだぜ。冥界の支配者か。ハーデスはもともとどんな神なの？ハーデスは地下の神として、地上に生える植物の源を支配しながら地下に眠る鉱物等を所有する一面を持っている。そのことからプルートーンという止めるものを意味する異名を持つんだ。止めるもの、ガッポガッポ稼いでいるわね、ハーデス。あとは冥界は死者を迎えると地上に戻さない決まりがあるため、死者の数が増えていく理由から止めるものという説もあるぜ。うわぁ、その説だとしたら怖いわね。ってことは、死者は絶対生き返らないってわけか。まあ正しいことをしているから絶対正義な神ではあるな。ちなみに霊夢はオユンポス12神を知っているか？ギリシャ神話に登場する12柱の神たちでしょ。ふふん、常識よ。じゃあ、その12柱の中にハーデスは入っているかどうかわかるか？え、卑怯よマリサ。自信満々に言うからだぜ。まあ答えは入っていないんだけどな。ほら卑怯者。なんでだよ。ハーデスが十二柱ではない理由として、彼が地下の神だから、つまり天界の神ではないからなんだぜ。冥界の神じゃ入れないってわけね。まあそういうわけだな。続いてはペルセポネイを紹介するぞ。ペルセポネイもギリシャ神話における女神のような存在なんだが、彼女はハーデスの妃でもあるんだ。じゃあ冥界の女王ってわけね。ああ、ペルセポネイは再生の植物女神として君臨し、母親のデイメイテールと共に二柱の神とも呼ばれているんだ。植物の豊穣を司る女神が冥界の女王って、なんだかちぐはぐな感じがするわね。実はペルセポネイは、冥界には一年の三分の一しかおらず、その期間というのが植物が枯死する冬の期間なんだぜ。バイトみたいな感じで言わないでよ。その証拠にペルセポネイの見た目はローブを身にまとい、穀物の束を持った神秘的な姿で描かれることが多い。ますます冥界と遠ざかるような方ね。ペルセポネイは苦労人でな。実はペルセポネイに恋したハーデスが彼女を無理やり冥界へ連れて行き、妻にさせてしまったんだ。え、無理やり。冥界では丁重に扱われたペルセポネイだったが、冥界にあるザクロを食べてしまったことから冥界に住まなければいけないことになった。ザクロ食べただけで定住？なんで？冥界のものを口にしたら冥界に住まなければいけない掟があったんだ。うっわ、早めに教えてよ、そんな重要なこと。しかしペルセポネイは肝が据わっていてな。このザクロの一件で冥界に住むことを受け入れて冥界の女王になったと言われているぜ。かっこいいな。自分の境遇に文句も言わず受け入れるなんて素敵すぎるわ。続いてはタルタロスについて紹介しよう。タルタロスというのは、ギリシャ神話における神を表しているのと他に、神が管理する場所の名前を示すんだ。神っていうのはわかるけど、管理する場所の名前ってどういうこと？タルタロスはギリシャ神話でいう地獄のことなんだぜ。なるほど、そういうことね。仏教用語だと奈落を意味している。奈落とは冥界のさらに奥底にある場所で、聖堂の門と壁でできている。普通の人間は突風に煽られるため立ち入ることはできない場所なんだ。聞いてるだけで鳥肌ものねー。ちなみに、そんな奈落の神としてのタルタロスってどんな存在なの？今話したように、タルタロスはハーデスが管理する冥界より忌み嫌われている存在なんだ。一度入れば最後、送り込まれた者は神々の反落者が多いぜ。反落者か。冥界じゃ物足りない人たちの巣窟ってところかしらね。タルタロスには、かつてオユンポス神族と戦い敗れたティーターン神族や、デュポーンが幽閉されていると言われてる。え？敗者が閉じ込められているんだ。彼らは不死身の立場だからな、タルタロスに封印するしかないんだ。なぜなら、彼らが暴れてしまうと地震や台風が引き起こされてしまう。それは大変ね。タルタロスに送り込まれる人たちはそれだけなの？やはり冥界で行われた審判の結果が特に罪深いと判断されたものや、ゼウスの勅命で神々に反落したものが多いかな。タルタロス行きになるものは、一般的にそこまで多くないぜ。それほど恐ろしい場所ってわけね。次はオシリスだ。オシリスはエジプト神話でいう大地と冥界の神のことを言うぞ。大地の神でもあるのね。最初期の神族ヘリオポリス9柱の神々の一柱でもあり、
地上を飢饉や食人習慣から救ったという偉大な王なんだ。そんな偉大な王が、どうして冥界の神になったのかしら？それは、オシリスの才能に嫉妬した弟、セトシンに謀殺されてしまい、冥界の王になってしまったからでな。しかも最初にミイラにもなった人物とも言われている。弟によってそうなってしまっただなんて、もう少し詳しいエピソードはないの？ああ、オシリスは空の女神ヌトと大地の神ゲブの間に生まれた4兄弟の長男なんだ。さっきも話したように、オシリスは死後の世界の審判を執行する役割を担っている。空と大地を司る神の子なのね。師匠は極めてエリートって感じ。オシリスの妻は、復活の女神イシスなんだが、実はイシスはオシリスの妹なんだぜ。え、それはなかなかすごい話ね。そんなオシリスの容姿はこちらだ。うわ、包帯ぐるぐる巻きじゃない。あ、そういえば最初にミイラになった人物って言ってたっけ。ああ、ファラオとしての王冠に包帯ぐるぐる姿のミイラの見た目に加え、肌は大地を表す茶褐色や緑色が象徴的だぜ。そうよ、オシリスは大地の神でもあったわね。冥界の王にミイラに大地の神、どれもバラバラな印象だけど、すべて繋がっているの？もともとオシリスは、飢餓と食人の悪習に侵されたエジプトを救う穀物の神として君臨していたとされる。穀物の神、人々にとってはありがたい存在よね。だな。知恵の神であるトトと協力しながら人々を救い、農耕や小麦粉の生産を広めながらパンやワインの製法を伝授し続けていったんだぜ。本当に大地の神として人々に尽くしていったのがわかるわ。こんな涙ぐましい闇の功績を弟が嫉妬しちゃうのか、残念ね。人々を救ってきたオシリスは、やはり大衆から絶大な信頼を集めたとされる。なるほど、その人気に嫉妬して。セトのやり方は結構エグくてな。セトは計画的犯行でオシリスを死に至らしめたんだぜ。仮にも兄を計画的にって、一体、どんな企てをしたのよ？セトはオシリスの誕生祝いに自分の館に招待し、とあるゲームを提案したんだ。とあるゲーム？そのゲームは、目の前に用意された棺を体のサイズに合うものに送る、というものでな。その場にいた者たちは、酒の席ということもあって意気揚々に参加したわけだ。うんうん、酔っ払いが集う楽しい場だったってわけね。そして一人ずつ、その棺に入ってサイズを確かめていく。そして、とうとうオシリスの番が回ってきた。オシリスはぴったりだったってわけね。そう、しかもオシリスが入った瞬間、その場にいた全員が棺の蓋を閉め始めた。え、みんなグルだったの。ひどすぎる。こうしてオシリスを入れた棺に溶けた鉛が流し込まれ、オシリスは絶命するに至った。完璧すぎる計画的犯罪ね。その後、セトはオシリスの、お14個にバラバラにしてナイル川に投げ込んだ。は魚に食べられた。以外の部分をイシスが拾い集め、オシリスは復活を遂げることに成功する。イシス、妹でもあり妻でもあるイシスのおかげでオシリスは蘇ったのね。だが、の全てが集まらないと完璧な姿に戻れず、仕方なくミイラという形になってしまったけどな。どんな形であれ、復活を遂げてもらいたいわよね。その後、オシリスはセトに奪われた王位を奪還するために、子であるホルスに継承させ、自身は冥界の王として君臨することになる。じゃあ、今まで築き上げてきた大地の神の名誉を子供に継がせて、ミイラになった自身は冥界の王になることを選んだ。そういうことだな。まあ、もともとオシリスは地上の険悪な様相に参っていたこともあったらしいけどな。地上に未練がないなら冥界への転身もありってわけね。でも素朴な疑問なんだけど、イシスはどうやってオシリスを復活させたの？イシスが行った儀式というのが、ミイラの原点を用いたものらしい。ミイラの原点なんてあったんだ。オシリスが最初のミイラってことは、イシスは何が何でも復活のために尽力したんだわね。イシスがいなければオシリスの存在は危うかったぜ。お次は、メソポタミア神話の女神、エレシキガルだぜ。彼女は冥界の女神として有名なんだ。メソポタミア神話にも冥界が出てくるのね。冥界神の祭儀の中心であるクタが主な信仰地とされ、エレシキガルは冥界の神の中でも、とりわけ強い信仰を集めたそうだ。へぇ、信頼のおける神様だったんだ。ああ、人々は疫病に見舞われないようにエレシキガルに祈りを捧げてたくらいだからな。ひょえ、それは信頼されてるわね。エレシキガルが支配する冥界は、シュメール語でクルヌギアと呼ばれている。意味は、戻ることのない土地、帰らずの地とされているぞ。それってどういう意味なの？冥界には、地下の淡水の海、悪数の下に来るがあると信じられていてな。そこへたどり着くためには、七つの門と三途の川にあたるフブル川を、渡し船の人の導きによってたどり着く場所だと考えられていたんだ。行くのもやっとって感じの大変な道のりね。そりゃあ、一度入り込んだら元に戻れないわ。
そんな冥界は、食べ物は粘土のようで埃がごちそうとなり、住人は翼に似たものを身につけて、暗い乾燥した中で過ごすんだそうだ。うわ、想像しただけでひどい世界ね。ああ、光が閉ざされた、いわば闇の世界だな。うう、恐ろしい。じゃあエレシキガルもそこにいるってこと？エレシキガルは、ガンジルと呼ばれた領域にある70の門を抜けた先、ラピスラズリで飾られた神殿に住んでるぞ。結構いい暮らししてるじゃない。そうでもないぜ。エレシキガルは、死者を裁く7人の裁判官を従えて、その上に君臨する立場にあるが、外界へ出ることは許されていないんだ。え、それって軟禁状態じゃない。そのため外部との交渉は、60種類の病気で人を殺める疫病神ナムタルを伝令に出向かせていっていたんだぜ。冥界に閉じ込められてしまったなんてかわいそう。暗い世界に抑圧されてしまったせいで、エレシキガルの性格は短期でねじ曲がったものになったらしい。え？でも人々から信仰されているって言ってなかったっけ？まさか二重人格者？神話世界のエレシキガルと現実世界のエレシキガルは、少々描写が異なっていると言われているんだ。神話世界ではもてはやされてるけど、現実世界では性格に難ありってこと。今までエレシキガルに抱いてたイメージって一体。エレシキガルは結構恐ろしいぞ。さっきも出ていたナムタルを地上に送って病気を広めて、死者を冥界へ送り込んでいるんだからな。ナムタルもエレシキガルの命令に従って病気を広めているってことね。でも、どうしてわざわざ死者を呼び込もうとするの？それは、美味しく食べるためさ。ひえー。ここまで神話と現実世界が異なる神もすごいわね。最後は、エレシキガルと同じくメソポタミア神話の神、ネルガルだ。ネルガルは、エレシキガルの夫であり冥界の統治者、さらに疫病神として君臨しているぜ。メソポタミア神話最大の冥界の大王ってわけね。他にも太陽神の側面も合わせ持っていてな。太陽は人々にとって最下を表しているとされているんだぜ。え？どうして太陽が最下を表しているの？光を与えてくれるポジティブなイメージだけど。その理由は、メソポタミア人にとって真夏は死をもたらす季節だと恐れられていたためなんだ。あ、確かに炎天下は地獄よね。って、地獄っていうワードも自然に出ちゃったわ。そんなネルガルは、秩序の神エンリルと穀物の女神ニンリルの子として育った。だがエンリルはニンリルを襲ったことで罪となり、冥界へ追放されてしまったんだ。え、父親の罪がきっかけで冥界に送り込まれたんだ。その後、ネルガルはエレシキガルを妻に迎え、冥界の王に君臨する。ただ、結婚前に一悶着あってな。何があったの？ネルガルがエレシキガルの料理を受け取りにやってきたナムタルに無礼を働いたんだよ。そのことが原因で彼女の怒りを買うことになったネルガルは、冥界へ、エレシキガルに会うことになる。まさか、怒ったエレシキガルはネルガルを殺そうとしたってこと？その通り、しかしやがて二人は恋に落ちてしまうんだぜ。ええー、殺そうとした相手と結婚ってマラクすぎー。でも、父親の罪から冥界と近い関係があって、なおかつ冥界の女王に見染められたなんて、なるべくしてなったって感じ。というわけで、今回は、地獄を滑るチート支配者たちを紹介したがいかがだったかな？そういえば地獄といえばサタンが出てくると思ってたけど、出てこなかったわね。サタンについては別の動画で詳しく紹介しているから、ぜひそちらを見てもらえると嬉しいんだぜ。オッケー、了解よ。今回の解説は、地獄にまつわる話がたくさん聞けて最高に面白かったわ。みんなは今回の解説どうだったかな？もしよかったらコメント欄に感想をもらえると励みになるぜ。次回もまたワクワクするような解説よろしく頼むわよ、マリサ。もちろんだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今回のテーマは何かしら？今回は、世界の死神を8人紹介するぞ。死神？ってそんなにいるんだ。そこにびっくりよ。内容もびっくりすること間違いなしだぜ。では、早速解説に進んでいこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは死神とはについて解説していくが、霊夢は死神についてどんなイメージがある？そりゃあ人間を死に導く邪悪な存在でしょ。それしか思い当たるイメージなんてないわ。おう、その通りだぜ。みんなも大体は霊夢と同じ考えを持っているんじゃないかな。出会ったら最後って感じよね。死神はな、生命の死を司る役割を持つ者のことを指すんだ。霊夢の言う通り、命を死に誘ったり、死ぬ気を引き起こしたりするぜ。死ぬ気を引き起こすって恐ろしすぎる。ただ一概に死の死者とは断定できない。というのも、死神の実態は複雑だとされているからだ。え、でも命を奪う存在ではあるわよね。まあな、ちなみに宗教や神話における死神について何か知っていることはあるか？宗教や神話でも死神の立場は同じなような。
確かに多くの文化では、神話に死神を確立していることから私たちが抱く価値観と同じだな。だが、死神の要素を合わせ持つ冥府の神は別なんだぜ。冥府の神？冥府って地獄のことよね？普通なら冥府の神イコール死神でしょ。それがな、宗教の中には冥府を司る神は最も重要な神の一つに認定されているんだ。しかも最高神とも呼ばれるほどにな。ってことは崇拝される立場ってことじゃない。だだだだめよ、相手は死神よ。いやいや、日本だって閻魔様なんて言ってるだろ。そういえば、でもさ、冥府の神を最高神にしちゃうと邪教崇拝になるってことよね。まあ死神を崇拝することは絶対的能力を持つ他にも、生死を操る能力がある邪教崇拝を想像してしまいがちだが、実際はそうじゃないんだ。どういうこと？死の対義語は生だ。つまり輪廻転生に関連付けられる地域では、死神を死と再生の神として捉えることになる。な。なるほど、死神は生とも関連があるんだ。だから死神の実態は複雑って言ってたのね。そう考えると死神もただの邪悪な存在とは言い切れないだろ。確かに、マリサ先生のおっしゃる通りだわよ。さて、死神の概要について理解できたところで、ここからは神話に出てくる死神たちについて触れていくぞ。わお、この後、いろんな死神たちが登場するってことね。楽しみよ。最初に紹介する死神はモートだ。モートは、シリアの古代都市ウガリットに保存されていた。ウガリット神話に登場する死と歓喜の神なんだ。死だけじゃなく歓喜も司る神なのね。モートは最高神として崇められるイルト女神アーシラとの息子でな。兄弟に北条シンバールがいるんだが、敵対するほどの仲なんだ。兄弟仲があまりよろしくないのか。そんなモートとバールにまつわるエピソードがあるぞ。なになに？兄弟喧嘩？モートとバールはどちらが神々の王にふさわしいか敵対していてな。モートが地下世界を統一すると、バールはモートとの対決を決意するんだ。なるほど、権力争いだったのね。バールは自分が王になった記念とした祝宴にモートを招待しようと使者を送り込んだ。しかしモートから送られてきたものはバールが欲する人間の肉ではなく、料理と葡萄酒だったんだ。え？何が不満なの？それは備え物だったからだよ。うわ、やるわねモート。これにカンカンになったバールは、自分自身で冥界にいるモートを呼び寄せようとした。しかし、目の前に来たバールをモートは飲み込んでしまうんだ。まさかの丸飲み。じゃあバールはどうなっちゃうの？モートの肉体は冥界そのものだとされていてな。つまりモートの喉は冥界の入り口に当たるわけだ。じゃあ、その冥界にバールは吸い込まれてしまった。神のバールでもモートには太刀打ちできないってこと？だがバールが飲み込まれてしまったために、自然界はめちゃくちゃだけどな。どういう意味？バールは北条を司る神だ。そんなバールがこの世からいなくなったら、自然界の恵みが一切断たれてしまう。そんな時妹のアナトは、モートがバールを飲み込んでしまったことを知ると、怒りを奮い立たせ、モートを殺害してしまうんだ。うわ、またまた波乱が起きた。てかめちゃくちゃすぎる。しかも、その殺害方法が至って残忍でな。モートの体を切り刻んだ後、すりつぶして燃やし、ふるいにかけて血に撒いたんだ。えぐ、じゃあ、モートもバールもそれで終わり？いや、バールは見事に復活を遂げる。そして7年後にモートも復活するんだぜ。復活するんかい。でも二人とも生き返ったら、また戦うだけでしょ？ああ、だがこの戦いこそ浮気と歓喜の入れ替わり、つまり自然界の能量の周期を象徴するものだと言われているんだ。ちなみにモートが復活した7年後というのも、20歳を7年ごとに休校させ、翌年の豊作を期待する儀式を元にした行為だとも言われているぞ。なるほど、見事に自然界を表しているわね。それで、二人の戦いの終焉はいかに？結局その後も二人は争いを続けたんだが、太陽神釈主に争いをやめろと言われると、モートは神々の王の座をバールに渡したそうだぜ。ふう、ようやく決着がついたのね。それにしても二人の周りの人間が迷惑よね、これ。まあな。いつになっても争いは醜さしか生まないんだぜ。続いて紹介するのはタナトスだ。タナトスはギリシャ神話に登場する死神だな。ギリシャ神話の死神か、どんな存在なのか気になるわね。タナトスは非常に概念的な存在であるとされている。古くからの言い伝えによると、タナトスの容姿や性格は気迫だったみたいだが、昨今では鉄の心臓と聖堂の心を持つ非常な神として知られているぜ。死神の中でも人気のない神なのかしらね。でも死神は忌むべき存在だし、いいのか。だが兄弟のヒュプノスの性格は反対でな、柔和で温厚らしい。あら、まるっきり正反対なのね。それじゃあ、見た目も正反対なの？どうやらヒュプノスに似ているという記述もあるらしいが、青ざめた老人という説もある。
翼と剣を持ち、黒い服を身にまとっているぜ。わあ、翼があるのは驚きだけど、見た目はザ、死神って感じ。見た目も性格も恐ろしいタナトスはどんな役割を担っているのかしら？タナトスの仕事は、寿命を迎える人間の髪を剣で一房切り取って、冥王ハーデイスに捧げるんだ。その後、冥界まで魂を導き、冥界の住民に仕上げるぞ。髪を一房切り取る、やり方が殺人鬼だわね。ちなみに英雄の魂はヘルメイスが冥界へ運んで、凡人がタナトスというように役割分担されているようだな。え、位分けされているんだ。でも凡人担当なら、私たち庶民のことも考えてくれるくらい慈悲の心がありそうだけど。いやいや、タナトスに期待は無用だ。どんなに贈り物を捧げても崇めてもタナトスの意志は変わることがなく、一切慈悲の心なんて持っていないぞ。え、それじゃあ、何をしても無駄ってこと？命乞いが通らないのは困るよ。いや、まるですでに地獄行きだと考えているかのような発言だぜ。まあ何をしても無駄ということもあって、タナトスには祭壇もなければ崇められることも一切ないとされているぜ。ちょっと、全く人気がないわね。でも、ここまで完璧な死神像はタナトスが一番かもね。タナトスにとってみたらありがたい称号かもな。続いて紹介する死神は、ホルスの4人の息子だぜ。はい？ 4 人の息子全員が死神ってこと？しかもホルスって誰よ？ホルスの4人の息子の正体は、エジプト神話の世柱の神々を指すんだ。ホルスは天空の神であり、最も偉大な神の一人だぜ。そんなすごいなら息子たちもさぞかし偉大なんでしょうね。ってあれれ？このイラストが4人の息子？なんか置物みたいだけど、エジプトらしくみんな体がミイラみたいになっているだろ？え、これミイラなんだ。なんだか形が人型のカノプスツボみたいだわね。ああ、本質的にはカノプスツボの人格化バージョンだな。それにしても、どうして全員体がミイラなの？古代エジプトでは死後に、バーと呼ばれる魂と、カーと呼ばれる精神に分かれるという言い伝えがあってな。そこに肉体が残っていれば、なんと生き返ると考えられていたんだ。あ、だから体を残してミイラにしたんだ。ああ、しかしミイラとして残すためには内臓を取り出す必要がある。内臓があると腐るっていうしね。そのため内臓を取り出した状態でカノプス壺に保存される形になったんだ。なるほど、じゃあ4人はそのカノプス壺を守るための神様ってこと？その通り、ちなみに彼らにはそれぞれ役割が与えられていてな。担当する内臓と方角、そして彼らを守る女神がそれぞれいるんだぜ。面白い、早速紹介してよ。写真の左からイムセテ、プアムトエフ、ハピ、ケベフセヌエフとなる。体はみんな同じだけど頭が違うわね。これがさっき言ってた役割？ああ、イムセテは人間の姿をしており、死者の肝臓を守る担当を担っている。それでいて、女神イシスによって守られているんだ。ちゃんと守ってくれる神が近くにいるなんて安泰だわね。ホルスから持ち上げろと命じられていることから、死者復活の助けをする役割を担っているぜ。持ち上げろ？死者の書にはこう書かれてある。お前は N のところに来た。来て我が父 N を持ち上げてその元にあり、イムセテの名の元に離れずにいよ。持ち上げてって出てきた。起き上がることは生を意味する。つまり横たわることは死を意味するんだ。なるほど。その死者を生き返らせるのがイムセテなのね。じゃあ隣にいるブアムトエフは何の役割を担っているの？ブアムトエフはジャッカルの姿をしながら、担当部位を守っている。いかー、それで女神は？ネイトという女神に守られており、役割は死者を礼拝することなんだ。へぇ、死者を礼拝かー。これもホルスに命じられてのことなのかな？ああ、私のために来て我が父 N を礼拝せよ。ちょうどあなたがブアムトエフの名のもとに我が母イシスを礼拝したように、とのことだぜ。イシスってホルスのお母さんだったのね。そうなんだが、実はホルスの息子たちの母でもあるんだぜ。ええー、なんか知ってはいけないことを知ってしまった感じ。取り乱すな、次行くぞ。次のハピは、火の姿をしている死者の灰を守る神で、ネフティスという女神に守られている。次は灰ね、ホルスの命令はどんな言葉だったのかしら。お前は偉大な奏者だ。お前は我が子らの中で最も大きいのだから。来て我が父エヌと共にあり、ハピの名のもとに離れずにいよ。写真じゃわからないけど、ハピが一番大きいんだ。なんかホルスに期待されている感じね。最後は、ハヤブサの姿をしているケベフセヌエフだ。ケベフセヌエフは死者の蝶を守り、セルケトという女神に守られている。蝶だとどんな役割を担うのかしら。その役目は死者に元気を与えることらしい。いやいや、死んでるから、元気も何もないでしょ。これは同胞に剣死するものを意味しているそうで、古代エジプトでは死者に剣死や霊水をかけることが礼拝形式だったらしい。ちなみにこの儀式は、浄化と元気づけの二つの意味を持っていたそうだぜ。
だから元気を与えるなのね。死んだ人間にエールでも送るのかと思っちゃった。このようにホルスの4人の息子たちは、それぞれホルスの命令によって死者に対して仕事をこなしているわけだぜ。壺に入った死神たち、なかなか面白かったわ。続いてもエジプト神話から死神を紹介するぞ。彼女は総裁の女神、ネフティスだぜ。さっきのホルスの4人のうちのハピを守る女神さんね。さてさて、ネフティスの生い立ちはどんな感じなのかしら？父は大地の神ゲブ、母は天空の女神ヌトの二柱の間に誕生したネフティスは、四柱の神々の末裔にあたる。兄弟は、さっきも出てきたイシスや、ホルスの父オシリス、そしてセトがいるぜ。ここにもイシス。てかオシリスがホルスの父だったのね。兄弟同士で仲がいいこと。そんなネフティスの配偶神は兄のセトでな。しかもネフティスはあろうことかオシリスに思いを寄せてしまうんだ。いやあ、兄弟同士でなんてこと。しかもネフティスはオシリスとの間に子供を作ってしまい、セトにバレることを恐れて捨ててしまう。ちょ、最低すぎない。まあ結局イシスが拾って養子にするんだけどな。イシス、さすがすぎるわ。だが、この事件がきっかけでネフティスは総裁の女神になるんだ。どういうこと？オシリスがセトによって殺されてしまったんだよ。嘘？あんなに隠してたのにバレちゃったんだ。じゃあイシスもひどく悲しんだでしょうね。しかも体をバラバラにされてしまったらしいからな。当然、ネフティスもイシスもひどく落ち込む。ねえちょっと待って、ネフティスとイシスは姉妹だけど恋敵になるってことよね？ってことは、ここでも争い事が起こるんじゃ。その心配はない。実は二人はオシリス復活のために力を合わせたと言われているからな。うわ、イシス懐が深すぎない。イシスの協力を得たネフティスはその後、オシリスを復活させるために総裁の女神となり、死者の守護神として活躍することになるんだぜ。なるほど。そこに行き着くわけね。昔のヒルドラを見ているような内容だったわ。終始、ドロドロしていたよな。嫌いじゃないけどね。さてさて、お次はピクラスを紹介するぜ。ピクラスもどこかの神話の死神なのかしら？ああ、ピクラスは異教時代のプロイセン神話とリトアニア神話における神なんだ。名前も様々で、パトロと呼ばれていたり、ピコッロス、ピコックス、ポックルスなど、呼び名が多いぞ。こうも多いと混乱するわね。リトアニア神話ではピクラスは、パトリムパス、ペルクナスと共に、三つの主要な神格の一つに数えられているほど有名なんだ。ほら、これがピクラスだぜ。どれがピクラスよ？左端だな。あれ、おじいちゃんじゃん。ああ、ピクラスは老人設定なんだ。鋭い眼光に白髪、緑色の長い顎ひげがトレードマークで、その表情は蒼白だ。怖そう。地獄を根城にしており、不幸や憎悪が象徴の根っからの死神だぜ。いやあ、ピクラスに睨まれたらおしまいって感じね。生きててよかった。しかしピクラスは人間に幸福を与えることもあるんだぞ。え、そうなの？だがピクラスが人前に三度現れた際には、凄惨な不幸に襲われて、生贄を捧げないと、その不幸から逃れられないという言い伝えもあったけどな。やっぱり睨まれたらおしまいじゃん。ピクラスには他にもエピソードがあってな、聞きたいか？聞きたいけど聞くのが怖いわね。でも聞くけど、そのエピソードというのは、女神クルミネイとその娘のニオラに関する話だ。ある日、ピクラスはニオラをさらい、地下にある自分の王国へ連れて行ったんだ。え、娘をさらったの？ひどい。だがそこでニオラは不死になり、たくさんの子を授かった。子供ができて幸せになったのかもだけど、お母さんはきっと泣いているでしょうね。そう、クルミネイは娘を探しながらも、ようやく地下で再会することができたんだ。だが娘を連れ戻すことはできなくてな。え、せっかく会えたのに？泣く泣く地上に戻ったクルミネイだったが、不思議なことが起こる。なんと地上から不幸が払拭され、幸福で満ち溢れていたんだ。まさか、それってピクラスの仕業？ああ、これが幸福を与えるピクラスの一面ってやつだぜ。根っからの悪人じゃなかったのね。死神といえど、神であることには変わりないからな。悪人が見せる優しさに弱い自分がなんだかちょろいな。次は、スラブ神話の死神、ボーロスを紹介しよう。スラブ神話？あまり聞かない神話だわね。スラブ神話とは9世紀頃までにスラブ民族の間に広まった神話なんだ。ボーロスはその中でも冥界に限らず、地球や家畜を司る神でもあるぜ。地球や家畜、なんだか冥界とは正反対なイメージかも。ああ、ボーロスはもともと家畜の神として崇められていてな。夜空に輝く星を放牧された家畜に見立てて、ボーロスがそれらを守る月神に例えられているほどだったんだ。うわ、本当の神様じゃん。当時、人間にとって家畜は重要な財産だからな。
その守り神であるボーロスがいかに崇められていたかわかるだろう？ええ、それはそれは。でも、どうしてそんな神様が冥界の神になるわけ？ボーロスの見た目を見てみたらわかるぜ。え？見た目？って何これ、蛇？ああ、この写真はロシアの細密画に描かれたものなんだが、実はこの描写は家畜を貪る蛇を表しているんだ。家畜を貪るって、家畜の神様でしょ？蛇の他にもドラゴンとして捉える研究者もいるが、その意味は冥界そのものなんだぜ。ええー？待って待って、理解が追いつかないよ。ま、これもキリスト教への改宗が響いていてな。だんだんと古来の神々は異教へと位置づけられていったんだ。異教、だんだん排斥されていったのね。まあそれでも農民たちの間ではボーロスは家畜の神として崇められていたそうだけどな。ふう、それを聞いてなんか安心したわ。続いて紹介するのはモウバだぜ。モウバ、おばあさんの死神ってこと？ああ、モウバは中国の民族宗教の神であり、冥界を司っている。しかしモウバは生前、過去を振り返らない、そして未来も見ない、一心不乱に善行を行う女性だったんだぜ。ひたむきに頑張る女性だったのね。姓はモウというのは知られているんだが名前が不明でな。だからモウバと呼ばれることになったらしい。モウバはどんな死神なの？あまり邪悪な印象がしないんだけど。モウバが死神になった経緯は、山にこもって修行の末に道を悟ったからなんだ。そして役目としては人々の前世の記憶を消す作業をする。え、前世の記憶を消す？どうして？この頃の人間というのは前世の記憶を持ったまま生まれ変わっていたと言われていてな。それはつまり冥界や天の秘密が外界に漏れてしまうことを意味していたんだ。あ、なるほど、確かに筒抜けよね。このことを恐れた天はモウバを忘却の神として、霊魂から記憶を消す横暴台を築かせたんだぜ。でも、どうやって人間の記憶を消すの？魔法使いみたいに呪文でも唱えるとか？いや、冥界の下半に生えている薬草と防線画の水を加える他に、蜂蜜を混ぜ合わせたスープを作るんだ。これをモウバ糖というぜ。おばあさんの煮立たせたスープ、明らかに怪しい匂いがプンプンするわね。このスープを飲んだら記憶がなくなるの？ああ、飲んだら一発で記憶が失われるぜ。いわば、モウバ糖は転生するために必要な儀式だと言えるな。なるほど。でもどうやってみんなにモウバ糖を飲ませるのかしら。モウバはな、中京という冥界の入り口に架かる橋のたもとにいるんだ。そこで転生前の霊魂を捉え、生前の因縁や愛情、憎悪などといった感情や体験を次の人生に持ち込ませないようにするのが仕事だ。橋のたもとで待ち伏せているんだ。まあ辛い記憶なら完全抹消したいし、私なら飲むかも。あんなに怪しい騒いでたのに。ねえ、その中京っていう橋を境に、この世とあの世が分かれているってこと？ってことはそこに流れる川は、ああ、流れている川は中といってな、血のような色をしているんだぜ。やっぱり、絶対変だと思ったのよ。それだけでなく、中には生まれ変わることができずさまよう孤独な霊魂がうじゃうじゃいてな。それは地獄を思わせる川って感じだぜ。うわ、正気の人間なら渡れないわね。だからこそモウバ糖を引っ掛けて記憶を消した状態で渡りたいところだわ。モウバ糖を飲まなければ橋を渡ることができないしな。でもさ、モウバ糖を拒否する人はいないの？当然いるぜ。生前、心から愛した人を忘れたくない人はモウバ糖を拒絶することがあるみたいだし。じゃあ、その人はどうなるの？もちろんモウバ糖を飲むか飲まないかの選択は自由だ。しかし飲まない選択をした場合は、わかるよな？中に飛び込む。ご名答、中に入ったら千年もの間、そこで転生の機会を待たなければならないんだぜ。千年？でもその千年のうちに、もしかすると愛する人がやってくるかもしれない。まあ言葉を交わすどころか、相手に自分の姿は見えないんだけどな。悲しいわね。でも千年後も記憶を失ってなかったらどうなるの？いい質問だ。苦しい試練に耐えながら千年過ごしても、記憶がそのままの人は人間に転生できるらしいぜ。え、ほんと？しかも前世で愛した人を探しに行けるとも言われていてな。その愛をモウバも認めて、体のどこかにほくろやえくぼなどわかりやすい目印をつけるんだとか。モウバも認めてくれるんだ。結構、情に熱いお方なのね。もともとモウバもひたむきな女性だったしな。それにしても中って日本でいうところのサンズの川みたいね。ああ、サンズの川は中国から来たものだしな。甲賀、伊賀は、南楽賀のサンズを表しているんだぜ。サンズとサンズって字が違うけど、何か意味があるの？宗教的な違いが大きいんだ。仏教ではサンズ、道教ではサンズを分けて使っているから、日本はサンズの川になったらしいぞ。ほう、勉強になったわ。最後は死の騎士だ。これはヨハネの黙示録に登場する4人の騎士のことだぜ。ヨハネの黙示録の4騎士って知ってる？
でも実際のところどんな騎士なのか知らないけど、四騎士は、いわば神の使いにあたる。ヨハネの黙示録での描写を紹介すると、子羊であるイエス・キリストが七つの封印の一つを解いたとき、そこへ現れるのが四人の騎士なんだ。うわぁ、まさにナイト様って感じね。それからも騎士たちは子羊が封印を解くたびに現れることになる。ちなみに四人の騎士には、剣と飢饉と疫病と野獣により、地上の人間の四分の一を殺害できるほどの力を持っていると言われているぜ。圧倒的な強さ。じゃあ、封印ごとに違う騎士が登場するってこと？ああ、第一の封印が解かれた時に現れるのは白い馬とその乗り手だ。乗り手は弓を持ち、冠をかぶって登場するわけだが、この描写は侵略戦争を象徴しているんだ。それぞれ象徴があるのね。第二の封印が解かれると現れるのは赤い馬とその乗り手だ。乗り手は体験を持ち、地上の平和を奪う役割を担っている。え、平和を奪うって人々を戦わせるとか、というか殺し合わせるために用いられているな。そのため内戦や内乱を象徴しているぞ。第三の封印を解いたら次は誰が現れるの？黒い馬とその乗り手でな、彼は天秤を持っていて、象徴するものは飢饉だとされている。飢饉、こちらもなかなかブラックな力を持っているわね。最後の第四の封印後は？青白い馬とその乗り手なんだが、他に比べるとちょっと異色でな。すでに青白い馬ってのが気になるけど。そう、その馬に乗っている乗り手は死を表しているんだぜ。うわぁ、だから青白いのかぁ。ああ、他にも後輩を象徴しているな。終末を予感させる描写ばかりだったわね。それこそ死神って感じ。さて、以上が死神のすべてだぜ。なかなかのデッドヒートだったわ、マリサ。世の中にはこんな多種多様な死神で溢れていたとはね。だろ？私も解説していて楽しかったぜ。ってマリサの顔が死神みたいになってる。勝手に死神認定すな。さて、みんなは今回の死神たちの中で印象に残ってる話はあったかな？私は中国の猛馬かしら。みんなの意見も聞きたいから、ぜひコメントで教えてね。それでは次回の動画も楽しみにしていてくれよな。最後までご視聴ありがとうございました。